地図急降下部式会社は、兵庫県、岡山県、鳥取県の3県において、旧日本鉄道建設公団建設線の地図線を運営している鉄道会社である。鳥取県など沿線自治体の出資による第3セクター方式で設立された第3セクター鉄道の一つである。本社所在地は、鳥取県八津郡地図町大技地図2052番地。 1. 1運輸部は、鳥取県八津郡地図町大技地図1862番地。2. なお、社名、駅名の金表記は、地図、町名、地名の金表記は、地図と異なっている。数多くの、第三セクター鉄道が赤字である中、2015年以降、第三セクター鉄道の収益性トップの座にある。これは、地図線を経由して、 京阪神と鳥取県を結ぶ特急列車スーパーハクトの収益が非常に大きい。特急列車はこの他岡山と鳥取県を結ぶ特急スーパー稲葉も走行している。そのため、普通列車の利用度は低く、年間の旅客収入約13.1億円の、うち定期外収入が12.9億円と、そのほとんどを占め、地方の鉄道路線で、 往々にして見られる、通学客への依存度は極度に低い。なお、鳥取自動車道の開通で高速バスの所要時間短縮が見込まれるものの、現時点では、地図急行の経営に大きな影響は与えていない。1994年末の開業から間もない1995年1月17日に、兵庫県南部地震が発生。これによって、 地図線を走る特急、スーパーハクト、が新大阪駅姫路駅間で運休に追い込まれ、初年度の売上高は予想の1割程度にしか、達しなかった。特急の、全区間運行再開後は危機を脱し、1998年度以降は、連続して、黒字を計上している。2006年6月、株主総会後に、第三セクター鉄道で全国初の株主配当を、 実施2007年も同様に配当することとなった。地図急行が運営する地図線はもともと引用連絡路線の一つである日本国有鉄道地図線として日本鉄道建設公団により建設が進められていた。しかし国鉄の経営悪化を受けて1980年に日本国有鉄道経営再建促進特別措置等が成立し、 鉄道公団が建設中の AB 線のうち、開業後の予想輸送密度が4000人、日未,未満のものについては、建設が凍結されることになった。この時点で、地図線は、用地の95%、路盤の30%、軌道の10%まで工事が完成していたが、予想輸送密度が3900人、日と、わずかに基準に届かなかったために建設が凍結された。 1983年に鳥取県知事に就任した西尾優次は建設凍結中の地図線について第三セクターによる運営引き受けの検討を行い専門機関に委託して経営の調査を行ったところ地域輸送のみならば赤字であるが国鉄との特急列車の直通を行えば黒字になるという調査結果を得た 国鉄地図線建設促進規制同盟会を通じた活動がなされ、1985年11月28日に兵庫県知事と29日に岡山県知事と会談を行い、工事再開への共同補助を取ることで合意された。翌1月10日に規制同盟会の名前から国鉄が取れて地図線建設促進規制同盟会となり、 第3セクター会社設立準備組織となった。3月31日に、鳥取、岡山、兵庫の3県で出資割合の覚書が締結され、4月11日に、設立発起人会開催、5月30日創立総会が行われて、5月31日に、地図鉄道株式会社として、設立登記が行われた。路線の大半が高価なので、 地図線内には、踏切がほとんど存在しない。平福駅、恋、山形駅構内にある、乗客専用の構内踏切を除いて、すべて JR 線との共用踏切である。形式称号の、ホットは、地図急行沿線の県名の、H イコール兵庫、O イコール岡山、T イコール鳥取を意味するローマ字表記の頭文字と、英語のホットをかけたものである。また、 形式番号は、機関出力に由来する。全車が、自社大原車両基地の所属である。保有している、スーパーハクト、用特急車、両前34両を2007年度から2009年度に、かけて、車内内装を中心としたリニューアルを行った。特急用機動車普通列車用機動車地図急行の、乗務員が所属する組織である。地図駅に併設されており、 運輸指令書も兼ねる。また、電気、保線を管理する施設係も常勤する。大原車両基地も運輸部に属する。ありがとうございます。